今日はですね、アマモのたくさん生えてるところ、水路ですね、ここから少しですね、食用のアマモを今から採取したいと思います。コロナでですね、もう今大勢でやるのはちょっと控えさせていただきたいと思いますので、本当に小人数、3人でですねやりたいと思います。根っこを傷つけないように、今回の場合はですね、たくさん100箇所ぐらい植えたいと思うので、1本ずつこれまた根をですね保護して植えたいと思います。まずこれがその作業です。大変ですね。僕も今から手伝います。大量のアマモを持ってきました。今からですね、根の横に、まあ、全国でどこでも使ってるこの紙粘土、これを小分けにして薄いせんべい状にしますね。それで根のとこ巻きます。この作業が大変なんですよね。今日は小人数ですので、コロナの関係があってソーシャルディスタンスで、やりたいと思います。青年部の皆さんに手伝ってもらって、今私含めて3人なんですけども、根巻きの作業終わりました。このようにですね、粘土で根と茎の境目を巻きます。海から汲んでる海水です。こんな感じですね。たくさんやりました。葉っぱが乾燥しないようにします。これからですね、上にしたいと思います。見えますでしょうか。羽を広げて乾かしていましたね。ウガさんはですね、羽を広げて乾かしていたのを邪魔しました。ごめんなさい。カモも飛んでってしまいました。ごめんなさいね。現場に着きました。青年部の皆さん、2人もう中に入ってきました。今からここからこの網があるとこから、ずっと北へですね、骨の前方方向、そっちへですね、今から移植をしたいと思います。100株ぐらいですね植えたいと思います。すごい量ですよ。これは1月21日に植えた、アマモです。随分大きくなってますね。増えてます。ありがたいですね。もう種も取れるかもわかんないですね今年。これはですね、穴を掘る、垂直スコップ、高校企業の方たまに使ってるの見かけますね。これは普通のスコップ、100均のスコップです。この2つを使って今日、作業します。今日はですね、風が強いので、作業大変なんですが、背が広がってます。見事ですね。この時期はこのように広がるんですね。7ヘクタールぐらいに拡大されてますね。見事です。前回は5ヘクタールぐらいでした。すごいですね。まるで陸地ですね。満潮になるとここ全部、隠れちゃうんですよね。水が50センチ60センチ上がってきます。これが植えた後なんです。ご苦労様です。もうだいぶ時間経過してますけども、このように一列にですね、5メーター間隔ぐらいでずっと植えてきます。たくさんに見えますけど、だいたい1株2株多くて3株ぐらいを束ねて根巻きしています。上で広がるのでたくさんに見えるんですよね。綺麗に植わってます。この後ですね、大切な作業を待ってます。植えた後、水が澄んでから、地下茎の部分、地下にある茎、根の部分ですね、これが完全に植わってるかどうかを確認作業します。濁りが取れました。やっぱりこう地下茎がね、少し浮いてしまうんですよね。これをまた埋め戻します。きれいにできました。この場合は根を傷つけないように手でやりますね。手で、掘って植え直します。これはですね、根巻きの粘土が露出しています。これもですね、少しまた手で埋め直します。このようにですね、3人で、3回ですね、ちゃんと終わってるかどうか確認をして
せっかく植えたんですから全部育ってほしいですよね。作業終わりました。あの船の前が元の場所で60ヘクタール。ずっと見えないほど北の方へ広がりましたね。これ前方が映らないので広くて、背の上へ150メートルぐらい離れてね映しています。あの小さな細い竹、あれがの手前ですね。あれが全部一色の場所です。今から見せるのは12月初旬にここに種をまきました。その種が発芽して育っている部分です。4ヶ月でもうすでにこんな大きくなってますね。これもそうです。書いてみましょう。綺麗に育ってます。嬉しいですね。種からこんだけになるんです。12月初旬に植えた種がここまでに成長してますね。今日はなんとか風の強いのが、作業終わりました。今日はですね、他の場所には風が強くできないのでこれで終了したいと思います。ありがとうございました。